まず音声ブログ、音声ブログでこうやって音声を入れるときは、2010年の10月5日ですが、まあ動画を再生すればどういう内容なのかわかるんですけども、あらかじめこれを録音しているときに、紙に今話している内容どういう内容なのかというのを書き込むようにした方がいいのかな、いいのではないかなと思いました。例えば今こうやって入れている音声のタイトルは何にするのかまだ決めかねているんですが、撮った動画の整理、というふうにタイトルを入れましたが、こうすればいちいち、撮った動画のタイトルをつけるときに役に立つかなと思いました。